うすんのよ、カットでさ終わりった時にお前も偉くなったもんだなって、ちゃんとね代表取り乱し役誰も気づいてないから俺がいちいち説明してたんだからあれ。で一発目を翔さんにお願いして来てもらおう、はいはい、いいじゃないですか。ノープランでいろいろ話を聞くっていう、うん、失礼だろノープラン大物俺じゃないんだから趣旨を説明しないで来てくんないから。あとどういう人たち来てもらえるかな。え、で行ったらブッキングさせるから言いたくないまあ楽さんにお願いするのどっちが担当すんでもいいけど、楽さん出る時俺来ないからえ、でもガクトさんもいる中でこの3人で話すときどんな空気になるのか、うん、要はどっちに矛先が行くのかもちょっと楽しみじゃない。いや俺の悪口で終わるでしょ9割いやいや俺をいじり倒して終わるかもしれないしいやいや2人とも被害を受けて、でもいいことない。2対1だったらなんとかなるかもしれないから2人でガクトさんをいじるみたいな神回になるかもしれない。なんないでしょ。ガクトさんが最後までいじられて終わる YouTube なんか見たことない。どうすんのよカットでさ終わりたときにお前も偉くなったもんだ恐怖を感じる一言が添えられたらさそうね。あと面白い人、まあ世代が近い人とかの方がいいよね。世代が近い人、まあまあいろいろいますよ面白い人は。どういう人だろう。でもいろんな業界でも面白い人いるんじゃないですか。うん、俺が知ってるとこで言うと、まあいわゆる作家さんとか、はいはいはい、格闘家、ボクサーの人とか、はいはい、あとなんだろう、友達少ねえからな俺、まあ、あと話がねおもろい。そうね、ある程度ね知らない世界とかさ、うんうんうん、話がおもろいとかそういうのパンチが効いてる方がいいよね。 DJ 社長とかね、あの人めっちゃおもろいよ。間接的に聞くじゃん、うんうん、間接的に聞くんだけど結構やっぱりさアイドル事業も結構しんどいこと多いのよ、うんうん、だけど DJ 社長がその10億借金と言ったらまだまだやれるって言うそれ聞いて俺はまだまだいけるなって確かに確かに自分の悩みがすごいちっぽけに感じるかもしれない、ね、しかもね俺らより一回りぐらい若いわけじゃない、うん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 、だからすごい励みになるよね。そうねそうね、なんかこんなに若くてこんなイケイケでね、うん、突き進んでるなんか素敵だなって思うよね、うん、あ、じゃあ普段一人ずつゲストを呼んで話すじゃん、うんうん、たまにほらへいへいへいでもスペシャルみたいな大勢が、はい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 、あんな感じで例えば、はい、岸田の翔さんとか、まあ、許可もねもらってないのに、うん、こういう名前出すもどうなのか分かんないけどまあ企画会議ですよ ね、まあ、ねただそうそう翔さんと DJ 社長とかが、はい、紅白でやらかした男と、うん、10億の借金をしてやらかした男との共演とか面白そうかもしれないし、ね、面白そうなんだけど俺いなくていいでしょいや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 挟まないとさ挟んでこうそれいいなね、たくみさんいればなんでそこまでしてスポンサーくれないのよおかしいでしょPV も撮るしここでPV も撮るしスポンサーも撮るしフルコースでもらいますよそれはさすがにあと誰かいる？いっぱいいますよいっぱいいますけど、うん、それをうんって言ってくれるまで言わないよねこの前ライブで花送ったじゃん俺じゃねえ、サイ君がやってくれたんだけど花1万5000円とか2万円でしょもう知ってんだよそんなのは誰かにスタッフに電話させて いつものここに送ってくれってあとね、ね、代表取り乱し役誰も気づいてないから俺がいちいち説明してたんだからあれ甲斐さんから言われてこれ面白いでしょって遠隔で滑るみたいな誰も気づいてないからあ、本当だっつってみんなちょっと番組みたいなってシリーズにできるから楽しいね。高見さんが良ければね、よくない良くない顔してるでしょ条件言ってんだよこれ全部確定しましたなので次回からねいやうちもだから本当に年間スポンサーありがとうございます本当にスポンサーね、うん、アイドルだから安いですよ。うん、おいくら。月10万円で月10万円で月10万円サブスク月じゃん万円年間年間高っ安いもんでしょう。違う違う、あなたが失うお金からしたら安いもんじゃないですか。ちょっと楽しみですねまあでもねどっかで、ね、一度ぐらい単発スポンサーみたいなね、はい、あの サブスクモデルはちょっとしんどいからね単発で100万ですいや
安いもんですよ、まあまあ、スポンサー1000万とかじゃないんだからもう可愛いもんじゃないですか。 もしかしたら岸田の翔さん出してくれるかもしれない。え、何をスポンサーなの？岸田万博とかじゃなくて翔さんに頼むとしたら万博出してくださいとかみんなかぶせ合うんだね。だからさ、こんなさ、いっぱい知り合いんだからさ、ノースビレッジフェスやんなさいよ。ノースビレッジフェスって何？ミュージックフェス。だからちっちゃいのもやって、中ぐらいもやって、だ最初は C 社と親和性のいいヒップホップアーティストとかでも何でもいいじゃないですか、ロックバンドとかさ。そういうのやんなさいよ。それで一番でかいのは岸田さんとか大御所のさ、だって久保塚君だって歌ってくれるかもしれないしさ、いっぱいいるわけじゃないですか。なるほどね。昔はでもね、ノースビレッジもね、イベント結構やってたのよ。イベント？赤レンガ倉庫とか、あ、そうなの？東京キネマクラブとか。何やの？トークイベントじゃなくて？まあメインがトークライブイベントで、で間にちょっと音楽入ってみたいな感じの。でもイベントはやっぱ懲りたのは、いろいろ大変じゃん。ちょっと警備員つけてなかったら、あなた何にもやんなくていいじゃないですか。私たちはプロなんですから。いや、たくみさんに頼むと高いじゃない。いや、当たり前でしょ。最高級のこう頼むでしょ。そんなのもないよ、もう全部俺一人でやるよ。ここにガムテープいっぱいつけてもう走りますよ、もう。でもなんかちっちゃいイベントとかね、やるのありかもしんないよね。こんな渋谷にいっぱいあってさ。そうね。え、それは何？そういうライブハウスとかそういうイベント会場を借りてやる。イベント会場やってノースビレッジプレゼンツで、あ、ね、なるほどね。で打ち上げ会場さ、こことか提供してあげてさ、やったらもう通ってくれる人もいるかもしれないですか。あ、でも久保塚さんがここで東京バイスの打ち上げをね、ちょこちょこやってくれて、そうするとその後そこに来た俳優さんとかスタッフの人とかが結構10人20人単位で気に入って使ってくれたりとか、でもそういうイベントやってね、例えばさ、オープンの打ち上げとかでさ、アーティストも吸っててさ、私も吸いたいとかなるよ、やっぱり。ああ、なるほどね。憧れの人たちがね、なんか楽しそうにやってるの見てたら、でもね、うちの店は昔から結構著名人の方たちいっぱい来てくれる、だけど今までの記録で一番すごい人は、のある方が、うちで3回ぐらい週刊誌撮られてた。そういうこと言うんじゃないよ、もうのね、まあ、何々さんも撮られてた。ノースビレッジで、ノースビレッジで、ノースビレッジ内にパパラッチが潜入するってこと、サメラッチがいる。サメラッチが、サメラッチが危ないですね、このお店は。皆さん気をつけてください、芸能人の皆さん。一番気を許してるところですからね。そうね、もう口から汁をバーって吐き出してるところにね。でもなんか別にさ、こんな雰囲気でさ、こんな結構ゆったりしてるじゃん、そんなイチャイチャし始める人とかってあんまいないでしょ。当時は C 社をそういう人が吸ってること自体が、ちょっと C 社イコール悪いことみたいなね。そう今はもうそういうイメージだから、ね、でもさ、俺もさ、最初さ、高校生ぐらいの時かな、下北でよく遊んでた時に、下北にさ、なんかちょっと見えるさ、水タバコ屋とかあったじゃん、やべえな、ここどうだろうね、あいつかみたいな、怖みたいな。しかも当時やっぱりさ、なんかちょっとヒッピースタイルの人しかいなかったから、そういう人たちが集まって捨てたから、いや、めっちゃ悪いことを、こんな、この部屋からはおさんの部屋と同じ匂いがするぞみたいな。言えないよ、言えないよ。誰のさんか分かんないし。とね、まあ、はい、そんな感じで次回からじゃあゲストを招いてね、いや、俺 OK してやろうとすれば、今回も別に OK もらって始まってることではないのでね、これをあげるかも OK してないからは YouTube でたまに流れてくるショートで確認してください。今日はこんな感じで、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。これは無謀でバカで果敢な若造の真実の物語である。突如目の前に現れた謎の男キング、わがままチューンド 100% のもう一人の自分キングに教わった全能の魔法。諦めることを諦め、あるがままわがままに、中学生にして南米一のサッカーチームの選手控室に忍び込み挑戦状を叩きつけ、スター選手たちとガチ対決。伝説の人を地方へ遠いヒッチハイクと自転車で放浪の旅に行けたい。落ちこぼれ高校時代5倍の集中力を使い、半年で全国上位の成績&受験勉強終了。その結果見事一流大学に合格し、エリートサラリーマンドを突っ走るが、ちょっと待て、子供の頃の憧れ、描いた夢、挑むことなくいつの間にか無自覚にスルーしてないか。一度描いた夢に落とし前をつけてやる。ボクシング現役世界王者に挑戦状を叩きつけ、結果ボコボコのフルボコ。そ
して若造は気づく。かっこ悪くても負けたとしても俺は俺という物語の主人公なんだ。それなら自伝になるような物語を生きてやる。若造は無謀な挑戦を続け念願の自伝を出版。今期国立自伝中心の出版社を立ち上げ、アジトとなる新社カフェをマチュピチュ含め世界中に30店舗オープン。全米でも英語版の自伝を出版。今もなお遊びや仕事に愛と自由の冒険を続けている。これは人生を自伝全7巻になるように生きようとしている畳んでバカな若造の物語。全ての夢を叶えるべく諦めることを諦めろ。寿司と漫画が融合したストーリー自宅の新感覚自己啓発書、深里陽平著、悪あがき重版決定。 Thanks so much for coming. Please go home safely. And don't forget to always welcome on the wild side.